今日はメンズフィジークで重要なポイントはという質問の回答についてお話をしてみたいと思います。はい。で、まずその質問って何なのかというと、こちらこれは月刊ボディビルの先月発売になった2021年の1月号なんですけども、この中のコーナーでビギンの永瀬選手と、あとフィジークの田村選手が一緒にやられている爆裂筋肉砲弾っていう、毎月連載しているコーナーなんですけど、この中に僕が載ってるんですね。次のページのこのじゃーん載せてもらいましたね。いいね。まあ今年大会ないからさ、雑誌に載ることなんかないと思ってたんだけど、そんな形で載せていただけるとはね。一応2021年の高校インタビューってことで、GBF メンズフィジークトップ選手10人っていうね、去年の大会で勝った人、そうオールジャパン、去年のオールジャパンの各カテゴリーの優勝者が、インタビューを受けるっていう形で載ってるんですけど、その、質問が全部で20個ぐらい、あらかじめ質問もらってそれに対して答えたんですけども、その中の質問の一つにメンズフィジークで重要なポイントはっていうフレーズがあったんですね。で、僕はそれに対しての回答としてですね、背中の広がりと肩の張り出しを表現しつつ腹筋の溝をしっかり出すポージングを取ることって書いたんですけども、書くフレーズが少ないので、一言で言うとやっぱりポージングが大事かなと思って、そういうふうに書いたんですけども、ということで今日はこのテーマについてもちょっと深掘りしてですね、お話ししようかと思うんですけども、来年以降フィジーク大会に行きたいなって思ってる方にとって、何かこうプラスになるようなお話ができればなというふうに思ってます。はい、はい、ということで、まずメンズフィジークで重要なポイントはっていうところなんですけども、僕はさっきポージングを挙げましたけども、他にですね、大事な要素として僕が大切だと思うのは爽やかさ、とあと審査員に見てもらえるポーズ、ステージングですね、ステージングができるかどうかっていう、この3つ、ポージング、爽やかさ、ステージング、これを、バランスよく兼ね備えることがフィジーク選手にとって、重要なポイントになるかなというふうに思ってます。はい。で、まず、ポージングについてなんですけども、これはさっき僕が言った背中の広がりと、あと肩の張り出しを表現しつつ腹筋の溝をしっかりと割るっていうところで、背中をこう広げて肩張り出すっていうのは結構胸を張る動作になるんだけど、胸を張るとお腹伸びちゃうから、腹筋の溝って浅くなっちゃうので、腹筋を出すためにはお腹をある程度こう丸めて腹筋を収縮させて、で骨盤もちょっと後傾させるんだけど、この状態にしなきゃいけなくて、それと胸張るって全く逆だから、こう背中を広げて肩をこういうふうに大きく見せるんだけど、お腹はちょっと丸めるみたいな、そこの一番いいポジションを自分なりに探して練習をするっていうのが大事になってくる。難しいね、やっぱり。あと手を腰にやるから基本的には体がちょっと歪むじゃんね。左右対称じゃないポーズがメンズフィジークの特徴でもあるので、左右対称じゃないポーズを取るんだけど軸が歪んで見えないっていう形を、大きな鏡でも見ながらね、全身を見て練習するっていうことも大事になってきます。足がまずそもそもこうやってね、片足軸にするから歪む形になるので、そのままにしてるとこう体って斜めになっちゃうんで、この状態から腰だけちょっとこっちに折るみたいな、こういう風にして、でこっちの肩の方が上がりやすいので、左の手を腰にやってない方もちょっと高くして、肩の高さが同じになるような風に意識したりするんだけど、それを一応鏡で見ながら、ここの形が一番よく見えるっていうのを何回か反復練習して、でそれを鏡見なくてもできるように体に覚え込ませるということで、体作りという同時にだいぶこっちも練習しなきゃダメだよね。ダメってことだよね。練習はね、もう本当調整入った時からやるんだけど、よくどのぐらい前からポージング練習をすればいいですかっていう質問を受けることがあるんだけど、基本的にはもう試合に出るって決めた時からやった方がいいですよというふうに僕は言ってますね。あともう一つ僕の中で大事だと思っているポイントが、ポージングって JBBF の、フィジークの大会だと4ポーズあるんですね。フロントから、4分の1回転ずつ回って、でまたフロントに戻るっていう4つのポーズがあるんですけども、僕の中ではそのつなぎポーズとポーズのつなぎも
あのポーズのうちっていう風に捉えていて、4ポーズ全部くるくる舞いながら撮るのが一つのポーズっていう風に捉えているんですね、うん、なのでポージング練習するときは必ずあのフロントからサイドに行くときのこういうつなぎの動きもスムーズにそつなくできるようにっていうのも意識して練習してますという感じで、まあ、あのポージングをしっかりと撮ることと、あと、そのスムーズに動作を行うこと、まあ、それを本当にあの舞台の上でしっかりと鏡を見た時と同じような形で撮れるまで練習するといいかなと思いますね。はい、はい、まあ、結局それがあの2番目に大事だと思うっていうね、言ったあの爽やかさにつながると思うんですよ。うん、あのポーズをさらっと撮る、あで笑顔でしっかりと決めるっていうのが、うん、まあ、パッと見た感じね、爽やかに見えると思うので、うん、まあ、そこをね、なんかこうおどおどしちゃうとなんかそう見えなくなっちゃうと思うし、あ、ね、うん、あとその練習不足って絶対自信のなさに表れちゃうから、ね、まあ、そうすると本当爽やかさっていうのは全くなくなっちゃうんで、うん、そうだよね、うん、練習大事だよね、うん、まあ、ただその爽やかさっていうところはすごい、うん、抽象的な言い方で、ね、まあね、これっていう明確な答えはないんだけど、うんうん、まあ、髪型にしてもあの必ずしも短髪とは限らんもんね。そうそうそう、長い衣装が似合う人もいるし、うん、ちょっと長めでも爽やかな人がいるもんね、うん、ボーズとかスキンヘッドの選手もいるので、うん、個性がその、そうだね、その人らしく綺麗に現れてればいいんじゃない、うん、でもやっぱり清潔感はもちろん大事なんだけど、うん、もちろんそれは前提のもとでね、うん、まあ、過去にいろいろ試合見てきてるからさ、うんうんうん、その辺の目利きっていうかね、目利きは結構僕も信用してるんで、うん、だから、まあ、うん、来年またね大会出るときは一応事前にこう見てもらったりするんですけど、去年もね、あの笑顔が足りないとかいろいろ言ってもらったりして、そうそうそう、私のは本当にいつもあくまで感覚なんだけど感覚だけど、まあまあね、うん、まあ、でもやっぱりその笑顔っていうのは、うん、まあ、僕の中ではすごい大事だと思うので、うん、まあ、笑顔も含めてポージングの時に、ね、すごい練習してあげるといいかなと思いますね。やっぱ練習しんとさ、自然な笑顔も出ないでしょ。そう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 、余裕が結局ないとさ、うん、もうテンパっちゃうからさ、うん、だから笑顔もね、あんまりこう笑い顔になるとちょっと映えないから、ね、まあね、目はある程度目はパッと開いといて、うん、口は思いっきり笑うっていうのが、うん、まあ、ステージの上では、うん、その目立つ笑顔になるかなというふうに思うんで、うんうん、でポージングも含めて、あーちゃんはポージングと一緒に笑顔も練習だよね。最初は恥ずかしいんですけどね、笑顔の練習って、あの笑顔を作ってると周りからなんか見られるの恥ずかしいなとかってなっちゃうんだけど、あ、まあ、でもね、あの選手としてはそんなこと言ってたら、でもボディビルだって一応笑顔じゃない。いや、それはね、そんなことないの。人によってその笑顔がこだわりとしてポーズ取る人もいるし、うん、そうじゃなくて全然笑わない人もいる。あそこは別にあれなんだ。じゃあボディービルは笑顔は基準にないってことだね。まあそうだね。そう、なるほど。だけどフィジークの方は確実に笑顔 がいるってことね、うんうん、へえ、そうそうそう。ボディービルはどっちかというと力強さを表現する方だから、うんうん、キャラによっては笑顔がない方がいい場合もあるかもしれなくて、あ、言われてみれば、まあ、全日本のトップ選手でもね、うん、あの笑ってる人笑ってない人っていうのははっきりしてるから、うん、笑ってない人はそのキャラにぴったり合った感じでポーズ取ってるので、うーん、うん、ってことで、はい、自分らしく爽やかにね、うん、はい、じゃあ、3つ目の、審査員に見てもらえるステージングなんですけども、うん、まあ、これはもちろんね、フィジークに限ったことではないんですけど、まあ、結局こう対審査員の競技なので、審査員にどう見られるかっていうのがその自分の順位につながるので、だからそのラインナップで、そうそう、ラインナップで並んでる選手、まあ自分にとってはいわゆるライバルっていうね、あの存在なんだけど、あの審査されてる時は対ね、あのライバルじゃなくて、いかに審査員に自分をアピールするかっていうところに、まあ全勢力を注いでステージングをするっていうのが大事になってくるんですよね。じゃあ目で見て見てっていう感じ。そうそうそう、だからその審査員って7人前で並んでるから、その人たちに対してポーズを取るっていう意識がすごい大事になってきます。これはね、最初言われないと分かんないのでね、僕も最初は観客席に向かって取ってたんだけど、あの師匠に審査員に向かって取れっていうふうに教えてもらってからは、まあそうやって審査員に対して取るようにしてるんだけど、
で審査員もあの、うん、顔見てると分かるんだけど、うん、あの自分を見てる選手あの審査員の先生と今僕多くそう見てない人ってね、うん、結構こう見てると分かるので、うん、だから自分を見てる瞬間にしっかりとその審査員に向かってそうそうアピールするっていう、だから目を見ながら審査員のその顔とねどこ見てるかっていうのを僕はいつもチェックしながら、うん、目と目が合っちゃったりすることあるの？まあ合うと思うよ、まあ、審査員はでも体見てるから、うん、目はあのまあ、こっちの方向見てるけど目は見てないとは思うんだけどね、うん、だから僕は目を見ながら構造を取る、うんうん、でまあこれはあの会員さんで審査員やられてる方から教えてもらったんだけど、審査員ってあの選手をバーってこう流しながら見てるのね、うんうん、で、まあ、目に留まった選手にこう焦点を当てる、うん、であの自分の中で判断できたらまた次に流れていくみたいな感じで、ずっと見てるわけじゃないから、だからいつ見られてもいいようにもう常にベストポーズで舞台の上で立ってるっていうことをやらないといけなくて、例えばあのフィジックだと腹筋に力入れてなきゃいけないんだけど、例えばね呼吸って緩めちゃって腹筋が少し緩んじゃったとか、その瞬間に見られちゃうとそれがそのね審査員にとってのポーズになっちゃうんで、そうするとそれすごいもったいないですから、いかにフォーポーズを早く決めてそこから動かないようにするかっていうのも、まあその審査員にいい印象を与えるにはすごい重要になってきますね。特にあのピックアップの時、例えば30人とかバーンって舞台並んで、その中から誰を先頭そうかなとかって見てる時なんか本当バーって流して見ちゃうと思うので、そこで目に留まるようにするためにはいかにポージングで自分を表現するのかっていうのが大事になってくるので、それがいわゆる審査員に見てもらえるステージングになるかなというふうに僕は思っていて、そういうのも想定して普段から練習してあげるといいかなと思いますね。僕もあのポージングを練習するときは必ずその鏡に向かって練習するんだけど、その鏡の奥にはあの客席があって審査員がいて、そのスポットライトをバーって浴びせられてて、で BGM が流れてるみたいな、そういう試合の雰囲気をリアルにイメージしながらやったりしてるので、なんでこれも結構ね試合に向けた練習としては僕はすごい大事かなと思ってます。うん、そういう意味では一回試合見ないとなかなかその雰囲気っていうのはあのね、リアルに体感できないので、いざ自分が舞台の上に立ったらどういう風に見えるのかなっていう目線で、うん、試合を見て、でそれを、ね、あの練習の時にイメージするっていう感じで、うん、行った方がいいね、うん、あとはさっきも言ったけど、あの自信を持ってポーズを取るってことかな、うん、自信のないのは審査に伝わっちゃうので、うんうん、なのでその自信を持ってポーズを取れるぐらいしっかりと練習して、で本番に挑むと、ね、で、まあ、本番で舞台に立つ瞬間はもう自分を信じて、まあ、自分なら大丈夫って言い聞かせて、で舞台に上がるという感じですかね、うん、僕も実際舞台に上がる瞬間までは前の選手とか見て、うん、なんか前の選手がすごく見えるのね、どうしても、うん、だからあやべとかって思うんだけど、舞台に上がる瞬間はそういうのも一切考えないようにして、うん、自分が一番っていう風に毎度ね、そうそうそう、毎回そう思って勘違いでもいいから思うようにして舞台に上がってます、うん、はい、ということで、まあ、メンズフィジークで重要なポイントというテーマで、まあ、今日はお話しましたけども、まあ、技術的なことじゃなくてもこれ意外と結構大事な話だよねと思うんだけど ね、うん、ね、まあ、一応その僕が今までこういろいろ経験してきた中で、うん、その大事だと思うところをピックアップして今日は喋ったつもりなんですけども、うん、はい、まあ、今後メンズフィジークの試合に出ようと思っている方にとって、まあ、何かしらプラスの材料として受け取っていただければ嬉しいなと思います、はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。